おはようございます。レです。5月の9日、木曜日の今日は、アイスクリームの日です。東京アイスクリーム協会。現在の日本アイスクリーム協会が、1965年よりし実施。1964年のこの日、アイスクリームのシーズンインとなる連休明けの時期であるこの日に、東京アイスクリーム協会が記念事業を行い、 諸施設へアイスクリームをプレゼントしましまた以降、この日をアイスクリームの日として各種のイベントを実施しています。なお、アイスクリームの日の由来として、1869年、明治2年に町田房さが横浜の馬車通りに開いた氷水屋で日本初のアイスクリーム、アイスクリーンを製造、発売した日であるという説が一般に付布,布しているが、これは 旧暦6月、新暦7月のことで、5月9日ではないっていうことなんですね。昔、アイスクリームっていうとね、ちょうどこの連休明けたぐらいから、まあ、下手するとこの6月の梅雨明けからね、販売通過ね、して、それで、あの、秋口にはね、もう、あの販売取りやめみたいなね、あの、近所の駄菓子屋さんみたいなね、ところでね、よくアイスクリーム、 あの、買ってたんですけれども、まあ、冬にアイスっていうのね、これもなかなか大津なものだなっていう風うに思いましたね。次にね、ご紹介するのがね、ごくごくの避弾っていうのがね、制定されておりましてね。初夏の日差しが気持ちよくなる5月9日に、家や屋外でビールなどをごくごく飲んで、爽快感を味わうと同時に、水資源に恵まれない地域の人々が、 水をごくごく飲めるよう、水環境を考える日にと、聞き咲知恵の料理と酒の相性研究のホームページを指えする池田知恵氏が制定。日付は5と9でごくごくと飲むごらあせからということでね。まあ、ごくごくでね、一番まさに私もビールとかね、来ちゃったんですけれども。まあ、ビールであろうがね、日本酒であろうがお酒、これはね、元を正せばね、 水資源が大切ですよね。今日最後にお届けする話題がね、告白の日というのがありまして、ユニリーバージャパンの男性化粧品ブランドアクセが2011年に制定。5と9で告白の語呂合わせということでね、今日は告白の日というね、そんなようなね、あの日も、あの、設定しているそうですね。まあ、男性諸君、あのー、 頑張って告白してくれたまえ、みたいな感じなんでしょうかね。さあ、何を告白しますかつっていうことでね。まあ、あの、いろんな人それぞれいろんな告白がありますからね。あの、愛情の告白もあれば、やらかしたことの告白もあればね。まあ、いろんな告白がありますからね。<laughs> この動画がね、何かのお役に立てれば幸いです。もしよろしければ、高評価とチャンネル登録をどうぞ、 よろしくお願いいたします。それでは皆さん、今日も良い一日をお過ごしくださいね。では。